はい、それでは今回で公民は最後になります。一番最後のタイトル2番目、より良い社会、地球社会を目指して、ということになります。はい、学習課題ですが、すべての人がより良い生活を送るために何が必要なのか、まあ、これをあの公民の一番最後総括として、説明したいと思います。まずですね、地球社会の多様性ということで、多様性、これはまあ一つ現代社会を、まあ、その今のね社会を話す上で、とっても大事なキーワードになると思います。世界に見られる多様性というのは、まあ、豊かな社会、を、まあ、実現するためにとても大事な要素です。でこれ多様性がない社会というのは特定のものをみんなに押し付けていくわけですから、あの多くの人が苦しんでいくだろうと。で誰一人置き去りにしないと、誰一人、ほたらかしにされないというようなものを、まあ、あの SDGs の、まあ、基本的な考え方として、まあ目指そうというふうになっていて、で多くの人もそれに共感しているところだと思います。で、この考え方からするとやっぱりこう多様な宗教のそれぞれの宗教の風習などをちゃんとこう認めていくっていうのは大事だと思うんですね。で特にまあ宗教についてはそれぞれの 人々が生きるために大事なもので、それをねじ曲げられると本当に苦しむ人は多く出ると思うんですね。で自分が大切にしているように相手も大切にしている宗教ならば、かつて自分の宗教を多く広めていくことこそ大事だと考えて、自分の宗派ではない、自分の宗教ではない、もの人たちをですね、無理やりこう回収させたり、場合によっては、まあ、殺してしまったりということが、まあ、たくさん起こってたわけですね。宗教戦争っていうのは非常に多かったわけです。なのでそういうところから、まあ、脱出しようと、いうことが、まあ、今求められています。はい。で、様々な多様性を認めるための政策がなされてきました。まあ、その中でも注目すべきはユネスコと言われるあの、まあ、国連の機関ですねが、まあ、提案して、作られた条約、世界遺産条約というのがあります。これいろんな地域でいろんな文化伝統に基づいていろんなものが作られてきましたが、それをちゃんと世界遺産ということで登録して保護しよう。これはあの様々な文化に、その価値があって、でそれを守るっていうことを通じてみんながいろんな文化を認めていくっていう土台を作ろうということだと思うんですね。で、その文化の多様性、この世界遺産だけじゃなくてその地域で行われている、まあ、服装だとか礼儀だとか作法とか、まあ、お祭りだとか、様々な、ものがありますね。で、大抵そのどちらが優秀でとか考えてしまったり、どちらの方が古いとかどちらの方が、まあ、いいとか、まあ、そういった比較をしてしまうところだと思うんですけども、それはやっぱりやめにしようと。でその地域地域の特色があって、それをいいねっていうふうにして受け入れられる。まあもちろん受け入れるってことはそれに従うということではないので、まあ、いいと思うよ、ただ自分は、まあやらないけどみたいな、それはその服はいいんじゃないのって、自分は着たくないけどっていうのはありだと思うんですよね。はい。ただ自分の価値観でそれは変だダメだっていうことをしないっていうのが、大きな対立を防ぐために、大事なものだっていうふうに、まあ、人類はいろいろ考えて傷ついて気づいてきたんだと思うんですね。はい。やっぱり特定の価値観を押し付けていくことで平和にするっていうのは限界があるとなれば、自分の思っていることは心の中で何を思っててもいいけども、それを表に出したり人に押し付けたりっていうところはやめておこうと。ここがあの平和に、みんなが生きるために必要なもので、そのためにやっぱり、自分の価値観を押し付けずに多様性を重んじていく、これ大事だと思うんですね。で、人間の安全保障という考え方、これ、
安全保障というのは基本的に国家の安全保障なので、国というものを防衛するのがまあ安全保障だというふうに言われてきたわけですね。しかし、人間というものをの安全保障とすることで一人一人の命、その、人権をですね守ろうということになる。これはとてもまあいい考え方だと思いますね。国としての安全保障を第一にとなったら、国を守るために一部を犠牲にして守ろう、これも正義だということになってしまいます。しかし人間の安全保障ならば、全ての人の安全を確保するところまでは、ちゃんと考え抜こうというふうに思うと思うので、多数決によって少数切り捨てるなんてこともまあなくなるかもしれないし、はい、やっぱり、戦争になった時に国同士の安全保障の話だと、全員は守ることができないから、一部の人には犠牲になってもらって戦地に行ってもらおうという発想になってしまうと思うんですね。はい、なかなかあの戦争自体もなくならないような世の中ですけども、何が限界かっていうのを先に決めるんじゃなくて、理想をまず持ってそれに目指してやってみるっていうことはなんかこう大事なような気がしてきました。かつては自分自身も、まあいろんな人がいろんな理想を言ってるけど現実見たらできないよねっていう現実から話を進めていくタイプだったと自分は思います。しかしそれでは、みんなが納得できるようなアイデアが浮かんでくるかもしれないのに、その可能性すら消してしまうっていうようなことが、まあ、最近思うことですね。なのでやっぱり理想はすごく大事で、理想で言うと、現実を言ってしまうと、もう先に誰かを犠牲にすることを前提に話が進んでいってしまう。いや、これは怖いことだなというふうに思っています。はい。で、最後のですね、持続可能な社会へ、ということで、まあ、国境を越えた協力をしていくということですね。特に前も話をしたんですが、日本は特に、難民移民の受け入れには否定的な国です。で、まあ、外国語っていうのも、まあ、うまく操れる人も、まあ、少なくて、でそれでもコミュニケーション能力があれば、日本語でなんとか相手に伝えようと外国の人に、気持ちでね、ジェスチャーでそのコミュニケーションを取るっていうのもあると思うんですね。ですがその点どちらかというと他の民族に比べると、まあ、シャイな傾向があると言われている日本の中では、外国の方といろいろ話す経験もそもそも少ないし、でそんな中で、ジェスチャーとかでなんとかコミュニケーションを取るっていうぐらいのコミュニケーション力もまたないとなれば、なかなか、外国の文化を受け入れるっていう土壌は作れないかもしれないと。で、そこで起こってくるのはやっぱり無意識な外国人差別かもしれません。だから、もしかしたら英語を学ぶとかが、その外国語を学ぶということが日本人にとっては、その何か仕事につながるからやるとか、あと受験に使うからそういう語学を学ぶっていうことだったかもしれないですよね、今まではね。でももしかしたら、その語学を通じて、外国の方をしっかり理解して、行って、無用な差別をなくしていく、相互理解のためのまあ、普通のこれ当たり前なんですが、言葉はコミュニケーションを取るためにあるものなので、普通に会話を楽しんでお互い無用な対立を避けるために、英語を学ぶ、外国語を学ぶという人が、まあ、これから増えればなというふうに思いますね。日本は、まあ、鎖国をかつて経験しましたが、まだまだ、まあ、開かれてないのかもしれない。しかし率先して日本人が世界の平和を作っていくためには、まずは積極的に外国の方とも、まあ、周りの日本人同士もコミュニケーションを取りながら、対立ってどういうふうに防いだらいいのかとか、どういうふうに解決するべきなのか、したらうまくいくのか、まあ、こういったのを考えていくことが最終的には世界平和につながるような気はします。まあ、最後ちょっと
大きな話をしてしまいましたが、今の自分をの気持ちを述べてみました。はい、これ一番最後なので、中学社会の中で、地理歴史公民とやってきて一番最後です。いろいろ見ていただいた方ありがとうございます。こちらも励みになりましたので、コメントしてくれた方 ありがとうございました。はい、これでとりあえず一つ終わりにしたいと思います。ありがとうございました。